吉田くん、ちょっといいですか？姿勢が乱れています。あ、はい。すんませんでした。でも、ちょっとという言葉は使わない方がいいです。少しと言った方がいいです。はい、わかりました。ですが、吉田くんも、すんませんではなく、すいませんときちんと言った方がいいです。あ、吉田くん。指先、まっすぐにしてください。指先意識した方がいいです。片足重心になってます。不満そうな顔になってます。受け入れた方がいいです。これからホームルームを始めます。姿勢を正して。レイ。終盤係の後藤くんから発表がありますので、皆さん聞いてください。今日トイレ掃除をしていたんですが、皆さんにとても悲しいお知らせがあります。トイレのティッシュが流れていませんでした。トイレのティッシュが流れてなかったってことは、犯人探しをするのは良くないんですけど、この中の誰かなんです。必ず。僕はすごく悲しいです。こうやってだらしない生活をしてると、きっとまたこういうところに戻ってきてしまうんです。僕たちは。前田くん、玉ねぎ切ったことありますか？僕、ちょっと、包丁使うの苦手で。もしよかったらやっていただけませんか？お話の途中失礼します。ちょっとという言葉は使わない方がいいです。それと、玉ねぎを切ったことがないという経験ですが、死後になってしまうので、作業とは関係ない話はしない方がいいと思います。あ、すいません。気をつけます。前田くん、すいませんが、よろしいでしょうか？あ、はい。僕、玉ねぎ切れますよ。玉ねぎ、玉ねぎ。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 すいません。笑ってしまいました。よし、今日はロールプレイをやるぞ。君たち交通違反は全員暴走族だ。外で、高校を出てからね、悪い先輩に出くわして、どのような対応をするのか。まあ、ロールプレイ、いわゆる劇だな。実際に、体感してみて、いろいろと考えてみてくれ。で、今日の、ロールプレイの劇が終わったら、感想文は必ず提出すること。よし。じゃあ、始めろ。あ、前田先輩。おぉ、加藤じゃねえかよ。なんだお前、出てきてたのかよ。おう、じゃあ出所祝い行くぞ。今日はキャバクラだ。行くか。ん？あ、先輩すいません。僕、そのような場所には。おう、なんだとこの野郎、てめえこの野郎。ん？俺の言うことが聞けねえのか、てめえこの野郎。ん？行くっつってんだろ、てめえこの野郎。あ？俺の言うこと聞いとけばいいんだよ、こら。僕は、一年前に、ここの門をくぐり抜けて、少年院にやってきてしまいました。今まで、
いろいろな犯罪を犯し、自分と向き合うことなく、非行の道を辿ってきました。しかし、ここに来て、先生や、みんなの、優しく、時には厳しい言葉や助言をいただき、晴れて僕は成長し、この少年院を出院することができます。これからは今までの反省を生かし、社会に出た後も親孝行をして、立派な大人になりたいと思います。本当にありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。他にも刑務所あるあるや、ヤンキーあるある、入れ墨あるある、小学生あるあるといったものをやっています。もしよろしければ、そちらも見てください。チャンネル登録と、高評価よろしくお願いいたします。250番でした。